免許取得問題っていうのが結構今最近話題になってまして、うんうん、X で、213回衆議院 国土交通委員会で公明党の議員が外国人の日本運転免許の切り替えが円滑に行えるよう求めてるっていうので、うんうん、やはりこの問題の言及は公明党のだったみたいなのをポストする人もいて、うん、結構これは大問題になりつつあるのかなって気がします。言及公明党だよやっぱそうなんですねこんなこと言ってんだよね。それでね、外国人の運転がなっぽいっていうのは多分多くの人が感じてると思うんだよね。すごい事故のやとかね、運転のアロプロセスとかあるでしょ、はいはい、そういう風なのはネットの上でね、はい、こんなひどい事故があったっていうのは結構出てるわけね、はい、で私はそういう風なあのネットの上の個別の話を否定するわけではないんだけどね、はい、これを政策度に落とし込むためには、はい、こんな人一例があるんじゃないかっていうのを、はい、まあ、もちろんその、政策の落とし込むときにこれ有力なプッシュ材料にはなるんですよ、はい、なるんだけれど、まあ、よくある反論としてはね、はい、これあの一部の人の話でしょっていうのがよく反論として出てくるわけ。これ一部でしょと、するとね、いや なんでこんなひどい話があったって言ってまたそこで押すんだけど、はい、結構押し問答になっちゃうことがあるわけ。なるほど。でそれなんでせっかくね外国人がひどいっていうのを、はい、ちょっとデータで示したいなと思って、はいはい、いろんなのを見て、もしくはなかったら自分で作ろうかなと思ったんだけど、うんうん、いろんなの見たら、はい、あの国交省の改革団体で結構真面目なのがあったから、なるほどね、それを持ってきたんですよ。なるほど。だからこれはだから国交省の改革団体がでやってればね、はい、私がなんかやるよりかはね公式に近いものですもんね、近いでじゃないのと思ってね、はい、持ってきたのがこのデータでしてね、はい、訪日外国人の、はい、まあ、これはあのもちろん車持ってない人いるからレンタカーっていうので全部調べるんだけどね、うん、レンタカーの事故率っていうのと、はい、日本の、はい、永住してる外国人の、はい、まあ、レンタカーの事故率、はい、それとあと日本人のまあ、レンタカーの事故率っていうのに並べてみたら、ほらすっごい違うんだよな、やっぱり。これはだからやっぱり予想通りで、こういうのは統計で予想通り出てくるってやつなのね。すごい。そうするとね、こういうエビデンスをもとにして何かをしなきゃいけないっていうふうに言った方のが、いろいろと政策をプッシュするときに結構やりやすいんですよ。で私自身も役人の時にね、いろんな個別の事例たくさん言われたってね、それ一部です、一部かどうかも分かんないんだけどね、ごく稀な事例をね持ってきてんじゃないですかっていうのが、はい、懸念がある時あるわけ、はい、その時に、はい、あの上にね上げる時にね、はい、こんなひどい事例がありますって言うんだとパンチが弱い時あるんですよ、はい、実は弱いんです、ね、弱いんだよ。あのもちろんそれがねパンチがある時あるんだけどね、はい、ものすごいひどい事例でね、あ、うん、そのパンチがある時あるんだけど、はい、どちらかというとやっぱり統計的にひどいですっていう方がパンチがあるんだ。そうなんです、ね、それでね、私はネットの上のね、いろんなそういうのを見ながらね、はい、ああひどいなと思いつつね、うん、そういう人たちの気持ちをねプッシュするためにちょっと探したんですよ、はい、そういうことですね、うん、そしたら外国団体であってね、はい、でもねこの数字自体は、2010年から2018年なんだよね。あでね、そうすると2013年から2017年のやつもあったから、これ毎年やってんのかなと私思ったら、はい、実はそこで切れちゃってる。あ、切れちゃってるんですか。これはまずいんじゃないか時々やったそういうの、それはストップかけてる、ストップかけてるやつが いるかもしれないっていう、ちょっと私のね直感ね、これ私の感覚ね、はい、こういうの普通って結構一回やると簡単だから、はいはいはい、そうですよね、やるんだけど切れてるんだ。だから私はちょっとそこも変に思ったんでね、まあ、ちょっとわざとこの、まあ、切れてる理由は分かんない、さっき言えば全然分かんない、うんうん、分かんないけど一般的に言うと一回こういうのやってると毎年やっても全然あのもう最初は大変なんだけどね、うん、あの最初は2013年から2017年でやってたから、はい、それで2014年から18年のやつがあってね、はい、それとその前のやつと2013年から始めたやつ、17年までにやったやつと18年までに始めた数字を比べたら181年のすっごく数字が増えてんだよね。これやばいんだよ、うん、やばいからこれやばすぎって言うんでね、やめた可能性もひょっとしたらあるんじゃないかなっていうのも込みでちょっとやった出したやばかったら公表しなきゃいけないはずなのに、うん、逆に調べなくなるんですね。いや逆に危ない、あこれは大変で、だからそれは国交省がそうだとプッシュしてたら、うん、これやべえ、
これこのままこんな研究続けてたらお取り潰しになっちゃうかもしれないというふうに実は思う時もある。あ、そうか。うん、でもこれは分かんないですよ。だから私のはっきり言って邪推です、はい、ただし研究の感覚として言うとね、うん、2017年があって18年があって、はい、この後ないっていうのは私にはよく分かりません、ね、正直言うと17、18を比較してもちょっと増えてるんでね、はいはい、これはやばい数字かなって正直と思ったんですよ。でそれなんであえて出したのね、うん、でこれね要はね国会議員の人にねこれ見てたらねお願いしたいのはね、はい、これ1回やった数字っていうのはずっと続けて出せるんです。1回やったら、はい、結構簡単に、はい、もう追加コストはあんまりなくてこれずっと新しいところまで実は出してもらったらよりいいです、うん、その変化がどうなってるか、はい、間にコロナがあるからちょっと断絶するのは間違いないんだけど、はいはい、でもそこはちょっと正直にやってみて、うん、それでどうなってるかっていうのをちょっと現状がどうなってるかっていうのがまず第一ですね、うん、もしこのデータが正しければ次に打つ手っていうのはこれを元にして、はいはい、まあ一番簡単なのはレンタカーの保険料を上げること。あ、要するに外国人だけ上げる、はい、はいはいはい、うん、それはそうですよね、うん、こんだけ事故率違うと、はい、これで統計上もねもう優位って言い方するんだけど、はい、意味があるってんで優位って言うんだけど、ね、もう明らかに統計上違うんだよ日本人と外国人では。これはちょっとひどいから、はい、これで一律料金にしてたらこれまずいんです、うん、保険料がガンと上がって、うん、それで多分外国人がレンタカー借りるときにはすごく高くなる、うんうんうん、これは他の国でも実はそうです。私なんかアメリカでもそうだった。しょうがないでしょ、うん、運転下手だって思われると保険料高くなってそれだけだ事故起こすかもしれない。そもそもそうですもんね。それはそうだよ。同じ保険料だったらやばいじゃんか。そうですよね、うん、やっぱ外国の人来たら交通ルール右左通行の違いもありますから、いろいろと違うから、ね、だってそれは難しいの間違いないよ。そうですよね。私もアメリカで、まあ、免許取ったんだけど事故起こしたことないけど、はい、周りの日本人に聞いてみると結構起こしてたよ、はい、ああわかります、うん、はい、それはしょうがないよ、はい、だから、まあ、保険料高いよ。それは合理的なんだ、はい、保険料のところでまず対応しなきゃいけないとすぐ思うけどね、うん、このくらい事故率が違いがあればね、はい、レンタカーの料金の方も2倍3倍になるんじゃないかなって気がするけどね、うん、保険料のところはね、はいはいはい、そういうのはすぐ対応すべき分野であるし、うん、外国人の、はい、こういう促進するっていうんじゃなくてね、はい、ちょこっとここで免許を取るための手順をちょっと増やすっていうのは普通の話になります、うん、国交省の方で円滑な外国人の日本の運転免許の切り替え円滑に行えるようじゃなくて、はいはい、ちょっと逆に、はい、外国人だったらちょっと講習を増やすとかね、はい、そういう形にしなきゃダメだね。逆に言ってるんですね。逆に言ってもねこれはダメだね。これはだからちょっと政策論としてダメです。ネットの絵なんかではね、うん、外国人の特にまあ中国人なんかだけどホテルに泊まりながらそこの住所でも実は免許切り替えができるようになってるらしいんだけどね、はい、こういうのについてもいろいろ考えなきゃいけない。だからこの円滑に行えるってんじゃなくてその住所確認をきちんとしたところにするとかね、そこでちょっとハードルをかけるっていうのが普通ですけどね。でこんだけ事故率多いんだから、はい、やっぱりちょっとこれ対策しないといけないと思いますけどね。これなんで切り替える必要があるですか。国際免許持っててちょっと長く滞在するとかそういうことじゃないかな、おそらく。これは海外でも実は国際免許を持ってる時に切り替えないとずっと長くできないからね、すごく短い期間しかできないからね。あ、そういうことなんですね。これでもう明らかにデータがあるから、これにでさらに外国人の免許取得を簡単にするって答えにはならないよ。ならないですね。これはね、はい、どちらかというとより慎重になるように制度設計をしなきゃいけないっていう答えだと思いますけどね。公明党の皆さんお願いします。公明党の皆さんね、でもね切り替えろって言ってる外国人ってほとんど深刻ですよ。そうですもんね。困ったんだよ。大体だからね、で私もね夏で北海道で旅行したけど、レンタカー多いな。まあ日本人も多かった。多いけれど。